岩肌を縫うように流れる木曽川の急流。この急流をせき止め、水力発電に適した地形となることに目をつけた男がいた。男は資材を集め、ここにダムを作ろうと決めた。厳しい自然は大切な建設資材とともに、幾度もその男の夢を流していった。度重なる苦難を乗り越え、日本初のダム式発電所大井ダムが完成した。一人が抱いた夢は、数千数万人が暮らす町に明かりを灯した。その男は後に電力王と呼ばれる福沢桃助でした。この渓谷は世界的な地理学者志賀重隆によってエナ峡と命名された。今では巨大な奇岩が木曽川の両側にそびえ、花が咲き誇り、季節とともにさまざまな風景を見せてくれます。ダムを作り上げた苦労の果てに現れた美しく穏やかな自然の姿は、今人の心を癒しています。ここに美しき日本があります。